する体づくり、はい、ボディメイクトレーナーのまりです。さあ今日の恋するパーツはこちら、ヒップです。まるっと上向きなお尻を作っていきましょう。立ったままできる3分半のエクササイズです。レッツゴー。パンツのラインに人差し指を置いておきましょう。まず最初30秒軽くスクワットやっていきます。使いたいのはもも裏お尻ですが、パンツのラインに置いた人差し指を自分の股関節でぐーっと挟むイメージでやってみてください。降りて上に上がったらお尻キュッと締める。キュッ、恥骨をね、自分の顔に向けていくイメージで、立ち上がった時はお尻を締まって、突き出す時はもも裏お尻です。さあ次は斜め後ろにかかとを押し上げていきましょう。膝まっすぐで斜め後ろ、お尻の上部の方を使うイメージでやってみましょう。でこれとっても重要なんですが、どこを使っていくか自分で意識しながらやっていきます。関連動画、お尻の使い方、意識の入れ方を言った動画は概要欄に置いておきます。さあ次はパカパカと膝曲げて開いていきます。膝をね、内側外側、ちょっと動画の撮り方まだ迷ってまして私が表向いたり後ろ向いたり横向いたり忙しい動画ですがやってることは変わりませんので、パカパカとお尻を鍛えようとしてますよ今。さらラスト30秒は真横に足を上げていきましょう。でなるべく体の軸は斜めにならないようにして、お尻を使って足を横に押し上げていきます。頑張って。さあこれで片足ラストです。はい、そしたら逆足です。斜め後ろにかかとを押し出して、お尻の上部使っていきます。膝まっすぐ、そう、後ろを向いた方がいいのかなと思って後ろを向いておりますが、タグが見えております。お尻をまるっと上に上がれ上がれと願いながら押し出していきましょう。さあお次です。膝を曲げて開いて閉じて開いて閉じて、さあ開くときお尻で足を引っ張って開いていくイメージです。よいしょ。これね、結構やっていただくと分かりますが、さっき使った方のお尻が今痛いと思います。私はこの時めっちゃ痛かったです。頑張って。さあラストです。真横に足を押し出していきましょう。お尻使って、まるっと、キュッと。さあ、使ってる方も、さっき使った方もしんどくなってくる時です。頑張りましょう。あとちょっと、ちょっと私体が曲がってますね。まっすぐ立てるようにしましょう。はい、お疲れ様でした。さあ、使ったお尻を軽く伸ばしていきます。膝に引っ掛けて、ぐっとお尻後ろに引いて、曲げてる方の乗せた方の足のお尻を伸ばしていきます。グッと後ろにね、お尻突き出すとより伸びます。はい、お疲れ様でした。